由利地域の屋敷地区では毎年8月16日と26日に屋敷番楽の宵宮が行われます。屋敷番楽は230年ほど前から伝わる伝統芸能で、地域の五穀豊穣と悪疫退散を願ったのが始まりとされます。昭和46年には県の無形民俗文化財に、また平成24年には国記録選択無形民俗文化財に指定されています。番楽を継承する保存会には現在10代から80代までの18人が所属しています。保存会のメンバーはこの日、産砂神が祀られている春日神社へ向かい、舞を奉納しました。神社での奉納を終えた後は、舞楽堂で公演が行われました。保存会には現在20の演目が伝承されており、この日はそのうち15の演目が披露されました。一ノ谷の戦いにおける熊谷次郎直実と平敦盛の一騎打ちを表した演目では、中学2年生の熊谷和樹さんが初舞台を迎えました。こちらは通常一人で舞う演目ですが、この日は師匠の佐藤伊吹さんと一緒に2人で舞を披露しました。初舞台となった中学2年生の熊谷さんは、緊張しながらも立派に大役を務めていました。結構疲れたけどやりがいはありました。やってみようと思ったのはどうしてですか？お父さんがやってるところを見て、僕もやりたいなと思ったからやりました。今後の目標とかありますか？これから屋敷番楽続けて、ずっと踊り続けたいと思っています。いえ、ご覧になってどうですか？いや感動しました。はい、なんかさっき中学生の方も出てて、すごい立派に踊ってらして、ね、すごい楽しませてもらってます。屋敷番楽っていうのは、こういう無病息災とか悪霊退散とかって言われて待ってますけども、まあ、こういう災害の時こそやっぱりこうやって番楽をやって皆様に元気づきたい、そういう気持ちでいます。保存会によりますと、屋敷番楽は男性が舞う番楽だが、今後は継承していくために女性の舞い手も検討しているとのことです。屋敷番楽は今月26日にも行われます。